はい、こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッジです。はい、毎日スタッフさんと就業後にお話をしていきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日ちょっと、まあ、うまくこう効率よくいかなかったんで、午後はちょっとリカバリーで、水菜とあと里芋の荷造りをやったんですけど、まあ、ちょっと個人的にまあちょっと午前中はひどかったですけど午後のまあ水菜の収穫では、まあ、今、前より前の口よりまあちょっと水菜がまあ細いんで、まあ、ちょっと取る量はまあ多いんですけど、まあ、自分の中でまあ7分半くらいでまあ取れたんでまあそれで結局2時間やって2時間じゃないか、1時間やって、まあ、ちょうど1台ぐらいで終われたんで、まあ、目標達成かなっていう感じで、まあ、リカバリーが本当大事なんで、まあ、無駄なことをしちゃっても他でリカバリーするっていうところで、今日は頑張れたかなと思います。まあ、あとはちょっとさっきのことなんですけど、あのトンネル掛けで使うそのまあ、テープを巻くドラムがあるんですけど、なんか本当にこうなんていうかな、ちっちゃい頃から本当になんかこう結ぶっていうのはあんまやってこなかったのが本当に今響いてるなと思って、だからそこでもこう考える癖っていうのがやっぱりこうついてないんだなっていうのをすごい感じて、だからこう、まあね、先輩方からこう、まあ、結び方だったりすごい教わるんですけど、なんかこうパッと見てなんかすぐに理解できないのがすごく多くて、うん、なんかそれもすごいなんか時間の無駄だし、うん、一発でだから覚えられるように、そのやっぱ想像するっていうかイメージするっていう、そこがなんかすごい足りないのかなっていう、こう見てこう覚えるんですよ。その教わってこうやるんだよって言われて見て、こうその時はあこういう感じでやるんだなっていう理解になるんですけど、実際に自分がやるとあれっていう違くなっちゃったりとか、なんかそういうのがあって、ちょっとなんていうかな、多分オレッさんは多分もうそういうのは多分経験はないんだと思うんですけど、なんかこう結び方のなんかこうコツっていうか、なんかどうやったらこうパッとこう理解できるかなっていうのをすごい今感じてて、考える力がないだけなんですか、これは。そう思います。やっぱそれだけです。はい、あの構造を理解しようとしてないんじゃないかな、はい、まあ、バイク乗んなさいって言ったのも、はい、やっぱ機械の構造を理解しなかったら、うんうん、どういう機械扱えさせられないんですよ。はい、うん、だからバイク乗りなさいって言って、うんうん、貸し出ししてるんだけど、はい、うん、あのドラムなんて単純じゃん、ま、回るだけです。回すだけでしょ、はい、うん、そうですね、回すだけ、その回るものを止めるだけ、はい、止める、はい、うん、バイクとか、ね、うん、機械に比べたら、はい、まあ、はるかに単純なことなんですよ。はい、単純です。はい、でそれのだから構造を理解 しようとしてんのかな、してないのかな。君の頭の中は俺には見えないんで、はい、分かりませんけど、はい、うん、はたから客観的に見てる限り、はい、うん、構造を理解する、うん、しようっていう、いや気持ちはすごいあるんですけど、その構造がこう想像できないっていう感じなんで、なんか、いやいや、まずだからハンドルが回転しないように止めるっていう、はい、止める、はい、うん、だよ、はい、あとは無駄な動きを減らすってことですね、うん、はい、そうですね、はい、うん、もう本当に今の課題がそこです、もう。うん。だ例
新規収納でね、はい、何も教わらずに始める人もいるわけでしょ、はい、1年2年で独立してやる人もいるわけでしょ、今のそのなんだろうね、頭の使い方だとちょっと厳しいね。いやそうだと思います本当に、うん、結局なんだ、一人でこれだと道を切り開いていけねえなっていう、今のままじゃちょっと厳しいね。そう、なんかこうやっぱ誰かに頼っちゃう生き方になっちゃうんですよね。もう、その、まあ、農業じゃなくたとしても、そう、分かんないことはねすぐ聞きなさいって言いますけど、はい、もちろんね、その自分なりにやられちゃうとトラブルの元ですし、はい、分かんないまま放置してると、放置してるっていうか、まあ、考えさせるとね、結局俺の時間奪われちゃうので、時間の無駄なんですよ、はいはい、今はもう就業後だったんで、いくらか俺の時間を削って、はい、君が考える時間を与えたけど、はい、ちょっと遅すぎっすね、本当に。そうね、普通ならあれを自分でやるんですけど、考え方、それのだから練習がやっぱり自分に必要だと思って、練習はもう常に頭を動かすこと、はい、そうですね、それが身につけばあれも自分でできるようになるのか。だって自分で工夫して、はい、より良くしていくっていうのを繰り返しなんですよ。はい、だから自分で考える力がなければ、うん、そこで成長が止まっちゃうでしょ。そうね。ね、はい、成長したければもっとやっぱり頭を動かさなきゃダメです。もう、はい、いつも言ってるけど、はい、常にフル回転です。水菜の収穫だって常にフル回転、同じ単純な作業をね延々と繰り返すにしてみても常に頭はフル回転です、はい、俺はそうしてます、はい、うん、俺もしたいっす。だから君の頭の中は俺には分からないんで、はい、一生懸命回してるのかもしれないけど回転数が低いのか、よくこう作業中にこうオレさんがこうついてくれて、なんかこう作業に行き詰まったりとかしてくれるするときに、そのもう頭を本当回せ回せって言ってくれるじゃないですか。言うよ。その時になんかその人が俺がなんかこう回さなきゃと思ってでこう考えた時にこうなんていうかな、行き詰まっちゃうっていう か壁みたいなのがあって。さっきも見てて思うけど、はい、間違ったことをしてるのをそれじゃダメよって言って考えなさいって言って、はい、同じことを延々やってたじゃない、はい、そうなんです。だからね、お昼のに将棋の話とか野球の話、あ、はいはい、そらとか野球やったことないの？野球はそうですね、実際にはないんですけど、まあ、学校の授業ではやったことがあります。将棋はもう前の学童保育の仕事でもうしょっちゅう子供とやってました。じゃあ将棋で例えば、はい、やっぱり何手先も読むわけだし、そうですね、相手がどう打ってくるかは分かんないから、はい、ね、相手がの打ち方のパターンとかを考えながら、はい、こっちを待ってるわけでしょ。はい、そうです。そうでしょ、うん、だからいろんなパターンを考えて試さないとダメでしょ。はい、同じ間違いをずっと繰り返してたら変わんねえ、そう、ゲーム自体つまんなくなっちゃう、そこにね、それ動かしたら詰んじゃうでしょみたいな。そうそうそう、ずっと同じことやってるから。そうですね、だから考えるパターンが足りないんだよ。考えるパターン、同じことしか考えてないってことでしょ。そうです。
頭をフル回転させて同じことを考えてるでしょ、だから、うん、それじゃ考えてることにならないんだよ、うん、パターンですね。そのパターンがさっきは出てこなくて、そのあのやり方一個しか出てこないっていう、それがもう辛くてもうなんで出てこないんだろうっていう。同じことしかしないからじゃない？まあそっか、他のやり方何でもいいからやってみればよかったんですかね。うん、いやまあ基本はだからまず構造を、はい、うん、理解する、どういった仕組みになってんのかっていうのを考えなきゃいけないですよ、はい、うん、うん、まあそうですよね、そこですよね。ね、ゆとりとか言われてないだろ。まあ確かにね、なんか言われた世代でしたけど。いやでも本当勉強なんで。そうですね。だから構造を考える。多分考えてるようで全然考えてないでしょ多分。そうですね、それは分かってるんですよ、なんか自分でも。どういう、だから他のできる人ってどういう考え方なんだろうなっていう、むしろなんか気になっちゃうぐらいなんですけど。だから何手も先まで読むんだよ、何パターンも。何手まで先を、うん、ほんで将棋の駒の動かし方だって決まってんだから、はい、はい、うん、そうですね、覚えていいだけの話でしょ。そもそも将棋で言ったら、だからその、ね、歩とかもう銀とか金とかのその動き方も分かってない状態で動かそうとしてるっていう感じなんですかね、まあ、そうだよね、例えれば、うん、それをまず頭に入れる、頭に入れるっていうか、まあ、構造を理解するっていうのとは違うね、それはね、あー、まあ、ルールを覚えて、そっか、そうですよね。ここから、だからどう動かすかってことですよね。どう将棋で言うんだったらどう動かすか相手がこう、どう動かして、バイクはどうして動くのか、バイクはどうして走るのか、どうして走る、なんで止まるのか、あー、うん、あー、そのそれぞれのそのなんでこうなってるのかっていう疑問を出して、それに答えられるようにすればいいってことかな。すいません、めっちゃなんか自問自答みたいな感じになっちゃってますけど、はい、ちょっとだから考えるっていう力をちょっとつけるためにも、もう構造の理解ですね。そうね、はい、まあちょっと、まあ、そのドラムの、まあ、テープに関してはちょっと、まあ、教えていただいてまあ理解につながったんで、まあ、次やるときはそれでやりますけど、でもっと複雑なものは使うんだからね、はい、うん、そうですよね。なんで自転車って走るんですか？走るんですか？なんかいろんなものに対してだから疑問を持つっていうのがすごい大事ですよね。なんかその当たり前のように使ってるものに対して、多分今まで本当それに対してこうあんま疑問に持たないで多分生活してきたんで。多分意外とそういうところからの意識が大事なのかなっていうふうに思いました今日は。ただちょっと本当、うん、自分にも申し訳ないし、どんなアドバイスも全部理屈があって言ってるんです。理屈があって、はい、うん、物事に全て理屈があるんですよ、うん、うん、だからなんでそう言われたのか、なんでそう言われたのか、はい、まあ、俺はいつも
これこれこうだからって言っちゃうけど、ああ、うん、いやまあそうですね。でも俺がいなかったら成長できなくなっちゃう、それじゃ。そうよね。うん。うん。誰かに教えてもらわなきゃ成長できなくなっちゃうから。はい。全然まだまだできてないし。でちなみに今日言われたことはどうやったら忘れなくなるの？やっぱりその接触回数を増やすっていう。どうすんの？まあ、今回のはたまたまこう動画で撮ってくださったんで、それを振り返るっていうことができますけど、だからそもそも、ね、動画とかじゃない場合はやっぱりこう忘れないようにもうメモ取るしかないんで、それを見て何度も言ってるじゃん。そうですね。で、本当だから、まあ、当たり前のことなんですけど、それを忘れないでやって、まあ、仕事が終わった後も確認すれば、まあ、次の日になっても忘れないと思うんで、うん、それをするだけです。お前もメモ持ち歩きないよって言ってるとは思うけど、はい、今持ち歩いて仕事してますか？あ、持ち歩いてはなくて、その、うん、まあ、バッグの中に、まあ、大きいメモのやつがあって、うん、それに後で書くっていう感じなんですけど。その後で書くときに覚えてるんですか？まあ、そもそもこう書こうと思ったことを忘れちゃってたりとかして。そしたらどうしたらいいと思いますか？いや、やっぱそのもっともっと自分を成長させるためにはどうしたらいいですか？やっぱもうちっちゃい、俺も理屈なんで。そうですね、はい、ちっちゃい、だから持ち運びできるメモで、すぐ取れるようなメモ帳を買って、それで、うん、まあ、すぐ言われても、その場で書けるようにする、ですね。うん、はい。そう、何度も人に同じことを教えさせるのは、うん、うん、相手の時間を奪うことだし、はい、うん、自分の時間も奪っちゃってるんだよね。そうですね、はい、うん、うん、本当、まあ、単純なことなんですけど、単純なことだらけです、はい、だから昨日も言ったけど、うん、やれることをやってないんだ、うん、うん、やってないからできない、うん、うん、だからですね、本気でできるようになろうと思ってるのかなっていうのが疑問に思っちゃうけど、はい、うん、はい、じゃあちょっとまあ今日はもうこれ終わった瞬間にメモ帳買います。うん、はい、まず それからです。だからメモ帳を買うまでに9ヶ月かかったってことでしょ？ああ、まあまあ、でも前は持ってたんですけど、途中でそのまあよく汚しちゃって、うん、メモ帳自体もすげえ汚れちゃった時があって、うん、だからやっぱそれよりは、まあ、大きいメモに帳を買って後で書いた方がいいなと思ってそれに変更しちゃったんですけど、うん、その結果どうなったんだっけ？うん、やっぱ書くことも忘れちゃう、書くことも忘れちゃうっていう、書こうと思ったら何言われたかは覚えてなかったっ。そうです、はい、うん、なんでだからやっぱり持ち運びできるメモを買った方がいいって、うん、はい、今日はそれを買います、うん、はい。おー、なんかそれで、おー、もったいないですね。本当だから根本なところから変えなきゃいけないんで、はい、今日は以上です。ちょっとめちゃめちゃ内容が浅いんですけど。え？内容の濃い話をしたいんで、うん、そのためにはもっと成長しないといけないんじゃない？はい、そうですね、うん、はい、そこしかないです、うん、はい、小学生の君はやってたんだから。学生の頃ですね。昨日と同じ話になって、はい、はい、そうです。学生の頃を思い出してやるのみです。うん、いや、
大反省会ですね。まあでもまあこれに、まあすげえ気づくの遅かったですけど、まあ気づいたんで、あとはやるだけなんで。まあ明日は、まあすぐメモできるようにするっていう感じです。あとは忘れないと思う。ちなみに水菜、はい、一本で120株平均ならやっぱり7分ですね、目標は。7分、はい、7分で7杯49分で取って、はい、10分以内に洗って戻る。戻る、はい、うん、それが目標です。はい、はい、であと今日はあそこ取り切ってもらってるかと思ってた。ああ、そう、あの、まあ、ちょっと、まあ、女性陣の方と相談して、うん、あのまあ、まだこう水菜自体がまあそんな大きくもないから、うん、まずは里芋の煮作りしようっていう話になって、うん、まあ、1台取り切ってからそっちに切り替えたんですけど。なるほど、はい、そうか、全部取り切った方が良かったです。まあ考えとしては、はい、畝が4本しかないで、はい、同じ柵の残り8本と、はい、だいぶ炭具合が違う、はい、うん、そうするとだね、あそこにじゃあ明日の朝みんなで水菜取ろうってなった時に、あ、取りにくいです。作業場所がずいぶんずれちゃうんだよね。はい、うん、そうです。そうだよね、うん、そうすると効率が悪いんですよ。はい、うん、だから人数が少ないときにああいう半端なところ取り切ってやると、はい、その次収穫するときが効率が良くなるんですよ。うん、であの4本を先に取ってくれって言ったのは、はい、もう次の作付けの準備をしたいからなんですよ。ああ、そっか、そこも使います。うん、はい、あそこは片付けば、はい、すぐ次の種まきの準備ができるんだけど、うんうん、ね、全員で揃って取りたときに作業場所が離れてしまうと非効率っていうのが一つと、うん、ね、じゃあ残りの8本今取ってる4本のところまで、はい、取ってから平行に行くっていうんだと、はい、次の作付け準備がどんどん後ろに倒れてる。うん、ただまあ相談してね、はい、そういう判断してっていうんであれば、はい、まあしゃあないかなとは思います。はい、うん、でもまあ俺が取ってって言ったのはそういう意味だった、考えがあって言ってることなんで、はい、うん、でいずれにしろ今取ってる口をまだちょっと短いからっつって、はい、取らなかったとしても来週になっちゃうと多分伸びすぎちゃう、はい、うん、そうです、うん、はい、だけだと思うんですよ、うん、だから今週中にはあの口を全部取っちゃわないと、はい、来週に残しちゃうとよろしくないと思ってるんですよ、はい、そうすると木曜金曜で残りのものを全部収穫して出荷まで持っていかないと、はい、うん、土曜日はスタッフさんが少ないからね。そうですよね、うん、はい、っていうのが考えてあります、はい、あと今日のうちにだから水菜の収穫がね、明日の作業分、うん、取っちゃってあれば、はい、男の人を朝から畑の管理作業、まあ、今ならトンネル畑に借り出せるんですよ、はい、うん、収穫ができてないと、女性の仕事を用意できてないと、男の人にその他の仕事を頼めなくなるんで、はい、うん、そういうのも全部影響するんですよ。そこまで話した上で指示してないから、特に、うん、起こるようなことではないんですけど、あ、まあ、そういうふうに先の先の先まで考えてますよ。なるほど、うん、だそういう考え方ができるように
訓練を、はい、私もそう、はい、してください、はいはい、いつまでも1年生気分でいっては、いやもちろん、はい、困りますよ。そうです、プロの世界で活躍するには、はい、うん、うん、そうです、もうすぐ下の若い子が入ってきて、いやそうなんです、すぐ先輩で、はい、下の子に抜かれちゃったら、うんうん、もうプロのスタメン取れなくなっちゃうんですよね。はい、うん、そうですね、そうですね、スタメン取って大活躍して大歓声を浴びるでしょ。それでいきます、うん、はい、そう、そのためにはやることをやってる、はい、ですね、はいはいはい、やらなきゃいけないことは分かってると思うんで、はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。いや、お疲れ様です。頑張ります。さよなら。はい、ご視聴ありがとうございます。さよなら。止まったかな？止まった。いや、止まってない。